49号ではミニ主翼に補強金具と外反フレームを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に48号で組み立てたミニ主翼フレームにパーツ05の補強金具をはめ込み、パーツ01のタッピングネジとパーツ02のネジで固定します。次にパーツ06の外反フレームをかぶせ、パーツ04のネジ6本で固定します。外反フレームには6箇所にピンもあるので、ピンを穴に入れながらネジ止めしていきます。コックピットを取り付ける前に主翼基部に取り付けられたキャブレーターとスーパーチャージャーから出ているコードを後方へ伸ばし、基部フレーム左側にある2本の円柱の間を通しておきます。次に27号で組み立てたコックピットを取り付けます。コードを後方に伸ばしておいて、コックピット先端のフレームの中にキャブレーターとスーパーチャージャーが入るようにしてコックピットを差し込みます。黒い円筒状のパーツが邪魔になるので、斜め後方から差し込むようにします。コードを右側にある2本の円柱の間に通しながら、コクピット本体を前方に押し込みながら、ネジ位置に合わせてはめ込みます。次にパーツ03のネジ4本で固定し、最後にコードがコクピット後部隔壁の外側を通っているか確認します。これで49号の作業は終了です。アシェット。